この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケンの大冒険です。ってなわけでね、今回の狩猟はこちら、ディノバルドとグラビモス一頭ずつの狩猟でございます。まあ僕はね、ちょっとグラビの方で時間稼ぎしておきますね。あとはディノバルドします。返事が早くてスカも拒否です。はい、ってなわけでみんなもうレディオッケー、レディオッケーオッケー。はい、行きます。 Here we go!Go! Go! Muscle! Ringoni! わかる人何人いるだろうね。うん、古いね。まあ、20代中盤くらいかな、知ってるのは。それでも時代遅れ。あ、クーラーロニック持ってきたかな。おっとおっと、それ芝生フラグで、おっとひなめさんと同じ場所に来た。で、ちょっと千里眼の場所確認します。グラビはその方に上だったー。なんかちょっと言いにくいけど、前みたいな感じですよね。ちょっと、場所ずれてるけど、ちょっと、リンがずれてるけど、ニューとリンがずれてるけどね。変態。クラドリンクの。じゃあ、俺ちょっとグラビやります。そうやいけいけ。グラビだったら、まあ、ちょっと行って、4人やったら大丈夫だ。そう、闇持った。じゃあ、飲まれたらそれで。3回以上しない。3回以上。あ、しかもここ。あれ、トゲあんじゃん、これ。真横じゃん、真横。これを忘れちゃう。ディノ、あぶねえ、入った瞬間放送とかだったらしい。ちょっとあれ、ちょっと回復してから、ディノ横置かないで、おーじゃよし、2個か。ちょっと俺、ディノンかな。ちょっと入れてみよう。おし、まあ、真ん中に行かないと行けないんだね。まあ、勉強やってます。届くかな、行ってきます。まあ、俺ひどくてマイナス15なんだけどね。おちっこいぞ、こいつ。クソちっこい。どうしてもパターンとって貴族生ダイラクのクラブに持ったのにみんな来ちゃったもんだからさ。うわーい。はい、やべえ。あとね、あの動画内で教えてくれた方のね、トゲトゲチクチク食らった場合はしゃがんでたら3秒くらいででバーッ助けて。誰か1人くらい来てくれてもいいんじゃないですか。あったー。怒ったよ。やべえやべえやべえ、アプトノス助けて。アプトノス、アプトノス、アプトノス、100人抜けたぜー。わー助けて助けておくれー。わーぜー、頑張るぜー。よいしょよいしょよいしょ。あー、これはもうダメかもしれないかもしれない。あー、火食らった。火食らったって、あれかいねって悟空ってことは足りないから悟空ですよ。なるほど、それか、避けて無理でした。
いまい、あいまい、やばい、やばい、マジか、グラビだったらいいシーンを頻繁に見せてください。ちょっとね、あー別れていった方がね、狩猟が早く終わるんでね。まあ一匹取っ、ここ大丈夫、もう痛い、まだ通行する、もうわからん、もう昔何十年のモンスターだ、おお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 また火食らった、くそー。なんで下に入り込むとその瞬間ボフボフするの？ボフボフってなんだよ。ボフボフってなんだよ。ボフボフした。逃げた。おう。おう。逃げる。
とは。だいぶダメージ食らったな。パターンを覚えなきゃプロにはなれない。くるくるように頑張ります。おお、しなーい、ストーバーはい、というわけで今回10分張りですね。グラビの試合はちなみに何をじゃん、ちょっと俺ピッケルやってくるわ。ピッケル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 、あったそこに青い石があったな。でこれおまま出たしね。飛びたお守り、通過したお守り、メランジュ鉱石、エメラルド鉱石、飛びたお守り、素晴らしい3つくらい出ました。そこに若いのがあるけどそこ届かない。その時はもう走るもう走る。おお、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ヘイユーたち、ヘイユーたち、僕と戯れようじゃないか。ヘイユーたち、いった。おお、そこまで報酬が来ない。よいしょ、サーナになる。使えない、使えない、はい、使えない。やっぱりね、いいお守りが出るのね、結構オロフで何やりました。ありがとうございます。そのままいけばすぐに勝てるんですよね。やっぱりちっちゃなのね、すぐだったと。だってイビルとほぼほぼ同じくらいの大きさのはずなのにね。あんだけちっちゃかったからね、びっくりだよね。はい、てなわけでね、今回は無事何度か、ギリギリ僕は死なずに行けたかということで、無事に狩猟終わりました。ありがとうございます。はい、こちらけどな。ありがとうございます。はい、それではではこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしてください。じゃあねー。